されたんにゃ。そろそろ真面目に決めんとあかんで。おお、任せとけ。たこ焼きを餌にして食いついたやつと戦う。引っかかるはおるんかい。さあ、残り時間も3分の2が過ぎてしまいました。ここからどの選手が勝ち抜いていくのか目が離せません。まだ焦る段階じゃない。いずれその時がやってくる。岩尾たち負けたでやんすか。あいつらのおかげで仲間が通過できてばい。お前は、おい、もうあと1枚で終わりなんよ。お前が相手になってくれると楽なんだけどな。言ってくれるでやんすな。だったら勝負でやんす。あ、今度は松原弟の後ろに隠れんでもよかと。以前の僕とは違うでやんす。僕に目をつけたことを後悔することになるでやんすよ。残っている限りやってやるでやんす。徳沢くん残念でした。そうですね、悲しむ雪子先生も起きれへんで。宇崎さん、優しそうな人だけど大丈夫かな。あんまり対戦したことないんやわ。いや、相手がいろいろしてくるけんびっくりしたわ。ほなら、さくらちゃん頑張りまい。いろんな人がいるのね。でもラッキー。コンボやスピードで上回っていてもそれだけで勝てるとは限らない。ええ、コンボも大切ですが、バトルで優位に立てるのは勝負どころでスキルを使いこなせる選手です。だんだんとその差が現れてきたようだ。松原君、君の中で注目の選手はいるかね。
そうですね。おいしいやつ、おいしいやつ。もうエリ好みしてる暇ないで。俺だって真面目に選んでんだよ。アホが無理するにゃ。よし、ぐる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 。何してんねん。指さしたやつと戦う。マジかー。そこってどっち向いとんねん。人なんかこんなところに。おった。ねえねえ、そこの人、俺とバトルしてよ。え、お俺は明石タイガ、こっちはドラゴン。俺のサウンドにしびれてもらうぜ。
今度はなんだ。いい店でーって。今のターンで俺のファンは5000万を超えた。なんだと。相手にするにゃなわけないやろ。お前は俺の輝きにかき消される。敗北は必然だぜ。言ってくれるじゃねえか。たとえ5000万を敵に回そうと俺は負けねえ。あかん、波状を取る。ユキチ、兄貴がバトルしてるでやんす。え、おり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 。相手の人、何？
最後のスキルヨーヨーだ。でもギガロックの方を先に使われてたらヤバかったぜ。おめでとう明石タイガー。灼熱のハート響いたぜ。報酬だ。おっと、ありがとう。負けても上から目線に。俺の渇きを満たすロックだったぜ。サンキュー。ヒデとか熱いやつだったぜ。やっぱ同じ種類のアホに。なるほど、彼もなかなかやるね。スキルの使い方も的確だったが、観客を引きつける魅力まである。面白い選手だな。ですね。おお、お前らすげえじゃねえか。僕やったでやんす。まさか俺がビリー。リュウジもまだみたいなんだけど。きっとリュウジは大丈夫でやんす。でも兄貴、いよいよ参加者も減ってきてるでやんす。早くコインを集めた方がいいでやんすよ。もう任せとけ。あと1枚、軽いもんだぜ。ダンニャ。私たち、ユキコ先生たちと一緒に応援してるから頑張ってね。でやんす。ああ、見事初戦を突破し、コインを2枚としたタイガ。しかしタイムリミットは刻一刻と迫ってきているぞ。次回の相手は、そして二次予選の行方は、次回を待て。